屋さんのランチが。鶏の焼肉屋さん。おお。できるのかい。急に心配です。これ換算するぞ。じゃあ行ってみましょうか。行きましょう。鶏の台所さん。はい。行ってみよう。はい。調べた。おっチャンネルのおっチューブ。今年の1月25日に出るわ。へえ。やってるやん。うん、ここか。おっチューブはあれやん。あのサブチャンの方のやつやけどな。そうなんだ。へえ。いや多分メインでやってると思うけどな。うん、でも結構地元紹介のやつとかは。あ、本当にすげえグルメも。そうそうそう。ちゃんとクオリティちゃんとしてるめちゃくちゃ見やすいよ。うん、ちゃんと2、3日に1回ちゃんと。あ、そう、あの投稿を復活して、一回ちょっとおっちゃんが、コロナで、あ、うん、バタバタしとったから、うん、ちょっと一瞬、帽子に落ちとったけど、うん、よし、とりあえず、名張方面向かっていきましょう。はい、うん、こっちの方、とりあえずコンビニ行ってトイレだけして、あれも本当美味しかった。うん、あ、画像とかはね、うん、また出しときますけどね。うん、ああ、こうなんでね、うん、ランチでドリンク付きで、ご飯がおかわり1回無料やったっけ、うん、結局あれやったけどね、大盛りで結構増えたで、ね、でももうあれやったけど、でドリンク付きで1000円か、うん、ドリンクなしやと990円、うんうん、よかったわ。まあ、もう地元の人の完全定番になってますって感じやったけどね、うん、こういうのあるよね。いや、こっち来た甲斐があったよ。うん、さあ、あ、これでカニ出て、そうそう止めてしまうけど、一回止めてトイレ帰るよ。ちょっと混んどったでね、見てた。だいぶ街も出とったから、ちゃちゃっと出てきちゃったでね。はあ、いやーし、どうやらここで回し出したらしいけど、まあとりあえずトイレを借りて、モンブランケーキを食べて、まさかのその食べとるところ回してねっていうね、もうやる気も全然。まだ1時半やからな。まだこれから正念場のはずだ、はい、うん、さあ頑張って行こうじゃないか。はい、あ、とりあえず名張の方向かっていこう。はい、ここから戻ったって何もないからな。名張って温泉あったっけ。あんまりないよね、長いよね。聞かねえんだよな、あっち。うん、伊賀はかろうじて 上野にあるやん、伊賀上野に。何か所か、2、3か所あるよ。あるある。あ、でも、名張の湯っていう、まあ、数パーセントはある。名張の湯。はい。良さそう。まあ、うん、口コミは悪くない。普通によくある四日市という満天の湯的な感じかな、うん、なるほどな。900円か、900円か。あー、天然温泉でもなく、はい、900円か。うん、だね。地方に来るならやっぱ天然温泉入りたいよねってなっちゃうよね。ネクストステージ。泉質でいいとこって言ったらサルビノしか浮かばないな。あー、サルビノいいけどね、うん、こっからちょっとあるよな、うん、一つ山が違うんだよな、うん、ここめちゃくちゃあれか、広いんや、うん、ファミマか、うん、ちょちょ広いね、まあ、この辺りはね、うん、何があるんだろうね、うん、
前にも通ったことは何回かあるんやけど、あんまり覚えてねえんだよな。あ、一応じゃん、あ、いや、はい、ちょっとまっすぐ行きます。ナバリまでちょっと出ますわ。あの、いい加減こいつのメモリーも買わなあかんし、ナバリまででやるとないもないもんな。一番近いのドンキだけど、量販店で、あの、家電屋さん行けたら多分ペイペイで 22% また安く買えるんじゃないかな。あー、ペイペイすごいね。いや、日本経済回してるもんね、ペイペイ。この辺りって分身では超えてないけど、まだ川の中で伊勢は川だよな。あれ、どうなんだろう、何なんだろう、怪しいか、やっぱり白く動いてどこなんだろうね。どっち行ってる、ほっと右、後ろ向き、そっちか。青山峠越えてると怪しいよな。いや、なんかやっぱり多分これ鉛の方向かってるんじゃないかな。川、まあ変わっててもおかしくない位置ではあるから、おおと思って、うちもちゃんと覗き込めて見れてないから、なんか今見た感じそう見えたけど、うん、地図で見たらなんかやっぱ山の方なんでね。はいはいはい、多分やっぱ青山越えた時に越えてる、越えてるんだ、うん、あ、そうするとやっぱ西に来た感が出てくるね。まあ、実際名張はもう実質大阪県やもんな。だって名張に入ると圧倒的にあのタイガースファンが増えるし、あの圧倒的にあのお好み焼きにご飯をつける人が増える。一部やばあるけど、結構伊賀は京都の影響を受け取ることが多いかな。そうだね、うん、地続きっていうのもあるんやろうけど、近鉄走ってない以上やっぱ、うん、やっぱりよりかは、そう、京都よりだよな、うん、名張はもう極端に大阪よりだもんな。あるあるやけど、地域によってその感覚が全然違うでな。それぞれがそれぞれの引力に引っ張られとるやん。ちょっとすっげえ、レギュラー173円。あ、名張入ったんや。あ、そうだ、すずらん台、ほんとここがあのちょうど境内や。おー、名張入ったレギュラー173円って173でいくない。うん、久々に見たね。おー、レギュラーでやもんな、うん、なんか地元やとまだ156とかだったもんね。うん、まあ、セルフで156かなとかっていう、フルサービスなんやろうけど、とはいえ、おー、怪しい不動産。でもああいうの見るとやっぱ西なんやなって感じするな。なんか西に行けば行くほど社長前に出たがりなところあったりさ、コテコテになってくるよな。もうだって出てるのも三幡駅と大阪やもんな。もし休めるところが欲しいのじゃ。言うて運転は
疲れるから飲む。